どうも KB です。今日はですね、まただいぶ久しぶりになってしまいましたけど、もうちょっとしたら多分スケジュールも落ち着いて、多分また動画を割と頻繁に上げれるようにはなると思うんですけど、もうちょっとだけ楽しみにしている方がいたらちょっと待ってもらいたいなと思いますね。で、今日はですね、そうですね、よくそのセッションの時とか言えばいいのかな、違うな、なんて言ったらいいのかな、その固定の曲をこう一緒に演奏してて、例えば本番とかでもそうなんですけど、例えば間違えることってあるじゃないですか、構成を誰かがっていう時にどうしたらいいのかっていうのの方法をちょっと説明しておきたいなと思いますね。で、当然のことながら、こう例えばですけど、1番終わって2番に入る前に間奏があると。でその間奏を例えば8小節やらなきゃいけないものを4小節でボーカルが入ってきてしまったとか、そういう風になってくると、じゃあどうしたらいいのかっていう話になってくるんですけど、基本的にはボーカルに合わせます。どんだけ間違えて入ってこようが、ボーカルがそこへポンって入ってきちゃったら、もうそこがもう A メロの頭、まあ A メロとは限らないですけど、今のこの例ですとA メロの頭っていう感じとかっていう風になっていきますね。なのでもう本番とかその曲を演奏してる時にはもうボーカルが王様みたいな感じで思ってもらえるといいんじゃないかなと思いますね。でそれをここメンバーがみんな分かってると、ボーカルが間違えて入ってきても、あそこから1小節目だっていうのがもう分かってると、別にその間違えて入ってこようが、そんなさほど問題ではないというか、そこであたふたあたふたしなくてもいいというか、だからその割とそのいろんなことで、まあ最初にちょっとセッションがどうこうっていう話もしましたけど、それもそうなんですけど、最低限のなんか決まりというかルールというかがもちろんあるんですよ。でそれがある上で演奏しているので、その特に崩壊しないという感じになってくるんですよね。まあ、で今のはその固定曲を演奏する時っていう感じだったんですけど、まあ、今度次回とか、まあ説明する機会があったらですけど、そのフリーセッションの時ってどうやってやってるのかっていう説明とかもしていきたいと思いますね。でそれも意外とその分かっちゃえば、いやあこんなことだったんだっていう感じで分かると思うので、で次回そういうことを話せる機会があったら話をしたいなと思いますね。なのでライブ本番で間違えて崩壊してしまったとかっていう例がある方は、もうボーカルに合わせるっていうことを覚えておいてほしいと思いますね。以上です。